こんにちは、S&D です。今日はレシーブの腕の面を覚える一周パスというのを行っていきます。常に正面に入ってまっすぐボールを出すというのはなかなか難しいことなので、横にボールが来ても腕の面を上げたい方向に向けるという感覚をこの練習で身につけていきましょう。練習は2人組で行っていきます。1人がボールを投げて1人がレシーブをする形です。2人の距離は3メーターから6メーターぐらいで大丈夫です。右左斜め右上斜め左上後ろのこの範囲にボールを投げてもらいます。はじめは決まった位置に投げてもらって、それを面を意識して繰り返し取って、慣れてきたらランダムに投げてもらって、それを返せるように練習をしていきましょう。受ける方は足幅は肩幅より少し広めで、膝は軽く曲げていきましょう。この姿勢で返していくんですが、後ろのボール以外横と斜め上に関しては足を一歩も動かさずに腕だけで返します。後ろに関しては右足を下げることと左足を下げること、両方練習していきましょう。なぜそういうことをするかというと、本来は正面に入ってまっすぐ返せるようなボールですが、今回は面を意識する練習をしたいので、足は地面につけて動かないっていうのをこの練習だけではやっていきます。例えば実践の中でも足が動かなくてでも手は届くっていう時に、面を向けていればしっかりと返したいところに返るので、そういうシーンでも使うことができると思います。うまく返った時はどうしたらうまく返ったのか、逆に返らなかった時は何が悪くて返らなかったのかというのを一本一本確認しながら練習を行ってみてください。斜め上のボールを取るときなどには腕の面だけを向けようとするとすごく窮屈になると思います。なので腕を向けながら少し股関節を入れ込んだり、人それぞれ体の柔軟性などや関節の可動域などが違うので、どうすれば自分の場合は面が向きやすいのかというのを体で覚えていきましょう。私もそうなんですが、得意な方と苦手な方があると思います。同じ量を例えば右10回左10回で練習するのではなくて、得意な方は10回、苦手な方は20回っていうように、左右のバランスが良くなるように
考えながら、工夫をしながら練習をしてみてください。この練習は練習の合間や自主練など遊び感覚で行えるんですが、ボールが上げたい方向に毎回返るようになれば、パス、レシーブ、サーブレシーブなどに全て応用することができるので、意識をしながら繰り返し行っていきましょう。おすすめ動画はこちらです。チャンネル登録はこちらから。また次回の動画でお会いしましょう。